れはあの時の。おお、石板にあった通りじゃ。ソニック、このカオスはカオスエメラルドを与えるため強力に変身していくのだ。7つのエメラルドを全て集めれば究極のモンスターに成長する。こいつを使ってステーションスクエアを破壊し、そこに我が理想の都市エッグマンランドを建設するのじゃ。よし、カオス、次のエメラルドを探し出発じゃ。怪物がどんどん変身していったら大変だぜ。エッグマンの思い通りにさせるもんか。エメラルドを渡さないようにすれば今以上の変身はできないはずだ。トニック、先回りしてカオスエメラルドを集めよう。
ソニック、カオスエメラルドは？一個は奪われたけど、前に取った一個は無事だ。あいつも必死だな。これでエメラルドは、エッグマンが二個、僕らが一個だ。負けていられないよ、ソニック。ミスティックルーイン雪列車、まもなく発車いたします。
Whoa!
カオスの力はこんなものではない。いずれ再び相まみえようぞ。ソニック追いかけよう。僕の研究室が近くにあるからブルーレードを出そう。ああソニック、俺は他にやることがある。すまないな、ここまでだ。そうか、 OK なコース。あんなやつ俺たちだけで十分だな。よし行こう、テイルス。
なんか懐かしい夢を見たな。ソニックのおかげで僕は変わることができたんだ。ソニック？ソニックとはぐれちゃったか。おお、やっぱり今までのトルネードじゃダメだ。エッグキャリアに対抗するにはあの新型機を完成させないと。それにはカオスエメラルドが必要だ。カオスエメラルドを探さなきゃ。カオスエメラルドを探さなきゃ。ジャングルは探すの大変よね。
った。待ってよ。なんなの？おっと、それよりカオスエメラルドだ。これさえ持って帰ればトルネード2の完成は目の前だ。いよいよこの時が来た。試作機より強度を上げてある。理論的には問題ないはず。完成はしているんだ。あとはこれを。ソニック、今行くよ。
これで終わりか？環境の方が怪しいよ。ソニック、上に行ってみよう。えい！Thank you.
ソニックはどうしたんだろう。カオスも倒され、エッグキャリアも沈んだ。こうなったらステーションスクエアを破壊するのに手段は選ばぬ。それ発射じゃ。よよ、爆発戦、おのれどうしたことだ。エイクソー、わしがじきじきに様子を見てきてくれる。大変だ、先回りして止めないとエッグマンがミサイルを爆発させちゃう。ミサイルを処理しなくちゃ。でも、もし僕が間に合わなかったらこの街が吹っ飛んじゃう。ソニック、ソニックと出会って僕は変わることができた。でもソニックの後ろを走っているだけじゃいけない。いつか自分自身の力だけで走り出さないといけないんだ。このわしについて来られるかな。なんだ、追いつけおったわ。さらばじゃ、テイルス。テイルスちゃん、待って。えい、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 について来られるかな。なんと、追いつきおったわ。Hey!
足について来られるかな。えい、ベベルちゃん待って。えい、えい、ひねりつぶしてくれる。怖くない、怖くないぞ。僕一人だってできるんだ。
Keep going.